トランスフォーマーギャラクシーフォーススペシャル秘密 DVD 立ち上がれ新司令官ギャラクシーコンボイ。私はギャラクシーコンボイ総司令官。これから我々の話をしよう。これまで幾多の戦いをくぐり抜けてきたサイバトロン、歴戦の勇者たち。激しい戦いも終わり、宇宙に平和が戻ったかに見えた。しかし今また新たな危機が訪れようとしていた。宇宙に開いた次元の裂け目、グランドブラックホール。飲み込まれたが最後、奇跡が起こらない限り脱出は不可能。そのグランドブラックホールが急激な膨張を始め、今サイバトロン戦士のふるさとセイバートロン星を飲み込もうとしていた。しかしグランドブラックホールに対抗する手段はない。このまま消滅を待つしかないのだろうか。その時、古代の戦士ベクター・プライムが遥か時空を超えサイバトロン戦士の前に現れた。彼は言う。宇宙の危機を救うにはプラネットフォースしかない。プラネットフォースを探し集めるのだと。宇宙の創造主プライマスのスパークから作られたというプラネットフォース。惑星を丸ごと初期化できるほどのエネルギーを持つという。この巨大なエネルギーをもってすればグランドブラックホールを消滅させることも可能だというのだ。しかし4つあるというプラネットフォースは宇宙に散らばり、その所在を知る者は誰もいない。わずかな手がかりをもとにサイバトロン戦士の銀河をかける新たな冒険が今始まる。トランスフォーマーギャラクシーフォース。私はサイバトロン軍総司令官ギャラクシーコンボイ。地球上では身を隠すために消防車の姿にトランスフォームする。宇宙の危機を救うためにサイバトロン軍を率いて戦う真のリーダーだ。サイバトロン軍副司令官ドレッドロック。私が熱い信頼を寄せている。輸送機にトランスフォームし、その飛行性能は天下一品。彼の炎は正義の炎だ。ガードシェルは騎士道精神あふれる歴戦の勇者だが、地球人とも心を交わす優しき戦士なのだ。ブルドーザーにトランスフォームし、人間たちを戦火から守る。スピード自慢のエクシリオン。熱き心で敵に立ち向かう若き戦士だ。風のごとく駆け抜ける彼のスピードはサイバトロン軍に欠かせない戦力だ。ジャックショットはパワー満点、勇猛果敢な戦士。自らの地位に不満を抱いているが、私は彼の戦士としての資質に大きな期待を寄せている。優れた分析能力を持つバックパックは基地を守る任務に大きな役割を果たしている。少し気弱なところもあるが、サイバトロンになくてはならない仲間なのだ。我々がやってきた最初の星は地球。
地球では君たちと同じ正義の心を持った少年たちが共に立ち上がってくれた。正義感あふれるメカ好きの少年コビン、バドはおっちょこちょいだが冒険と映画が大好き。そんな少年たちにちょっと厳しいローリは本当は優しくしっかり者のキュートな女の子だ。正義の心を持つ少年たちとサイバトロン戦士たちがプラネットフォースの探索を開始したその時、暗黒の帝王は地獄の底より舞い戻ってきた。サイバトロン軍を執拗につけ狙うデストロン軍大帝マスターメガトロン、巨大なパワーを持つプラネットフォースを手に入れ宇宙の支配を目論んでいる。私も太刀打ちできないほどの戦闘力の持ち主だ。マスターメガトロンの忠実な参謀スタースクリーム、しかし腹の内では何を企んでいるのか不気味な存在だ。得意のナル光線キャノンでサイバトロン軍を恐怖に陥れる。三度の飯より戦い好きなサンダークラッカー、地球の戦闘機に身を潜めながら常に目標へ照準を合わせている喧嘩屋だ。そして宇宙の星々で出会う謎のトランスフォーマーたち、果たして彼らは味方か、それとも悪の手先か。地球上の車や飛行機にトランスフォームした我々サイバトロンの戦士たちは今もどこかでプラネットフォースを探している。宇宙存亡の危機をめぐってトランスフォーマーの新たな戦いが今始まる。新生トランスフォーマーギャラクシーフォース、テレビ愛知発、テレビ東京系全国ネットで2005年1月8日土曜日朝8時からスタート。テレビの前でみんなと出会うのを楽しみにしている。トランスフォーム、ここではトランスフォーマーギャラクシーフォースのおもちゃを紹介しよう。まずはサイバトロン軍からだ。新たなサイバトロン軍総司令官ギャラクシーコンボイ、消防車に変形するぞ。合体してギャラクシーコンボイスーパーモードが完成だ。その他にもフライトモードやキャノンモードもあるのでいろいろ遊んでみよう。続いて頼もしき副司令官ドレッドロック、ジャンボジェット機に変形する。スピード自慢の若き戦士エクシリオン、スポーツカーに変形する。謎の古代のトランスフォーマーベクタープライム、宇宙母艦に変形するぞ。この他にもサイバトロン戦士はたくさん登場するぞ。楽しみに待っていてくれ。サイバトロン軍の強力なライバルデストロン軍も紹介しよう。まずは私の永遠のライバルデストロン軍破壊大帝マスターメガトロンだ。メガビークルに変形する。フライトモードに変形したり
数々のパワーアップモードを持っている手ごわい戦士だ。デストロンの野心家、航空参謀スタースクリーム、ジェット機に変形する。戦いを好む航空兵サンダークラッカー、戦闘機に変形するぞ。トランスフォーマーのおもちゃは12月下旬発売だ。総員おもちゃ屋さんで会おう。トランスフォーム。ロシの限界によりセイバートロン星より飛散し、地球に降り注いだエネルギー体である。それを追い舞い降りた悪魔の帝王ソリタリウ、偉大なるデストロン千年王国の創造。しかしここにもそれを邪魔する奴らが存在する。集え我がデストロン軍団よ。その邪魔する者たちの名はサイバトロン。昨夜の爆心地まであと5分。ただいまのところ異常なし。スターセイバーか。ロックオン完了。覚悟。何、後ろからだと。スターセイバーも大したことねえな。トランスフォーム。スタースクリーム。スタースクリームか。これで勝ったと思うな。そんな球に俺様に当たるとでも思ってんのかよ。呼んでいる。スターセイバーが呼んでいる。トランスフォーム。ビクトリーレオ。ビクトリーレオ。トランスフォーム。スターセイバー。ユニットアウト。フットパーツ OK。バックパーツ OK。ビクトリーセイバー。フィニッシュ。戦い。どこを狙ってるんだよ。スタースクリーム。ならばこういった攻撃はどうなるのと。こういったってのはどういった攻撃なんだよ。なんのうなあ。おっと、セイバーブルーメン。スタースクリーム。コンボイ司令官、スタースクリームはまだ動ける。気をつけろ。いい判断だ、G1 コンボイ。トランスフォーム。 G1 コンボイ。サウルスだと。こいつも使えやつだ。変身ビーストメガトロン。ビーストメガトロンだと。その通り。とはいえ次元の違う貴様には分からんだろうがな。別次元から来たと。そんなことをしたら時間軸に干渉し宇宙が破滅するか。それも面白いな。ビーストメガトロン様、くらえ。トランスフォーム。逃がすな。先回りするぞ。おおさ、待て。貴様らの相手はこの私だ。ビクトリーセイバー。飛んだところで邪魔が入っちゃったぜ。まあいい、こいつから片付けてやる。
これは私のセリフだ。待ったぞ、ジーワンコンボイ。待ち伏せしていたのか。はぁ、貴様の動きなど。やったな。今だ、スモークスナイパー、ギガントボム、とどめを刺せ。調子に乗るぞ、メガトロン。変身ビーストコンボイ。 G1 コンボイ、我に続け。そしてサイバトロンエネルギーを解放するんだ。分かった、任せよ。ターゲットはビーストメガトロンただ一人。ダブルコンボイトルネード。そのような攻撃など俺様には効かんわ。ありがとう、ビーストコンボイ。こちらこそ迷惑をかけた。だが奴らはまた必ず襲ってくる。その時は再び力を貸してくれ。無論だとも、 G1 コンボイ。宇宙の正義と平和のために。トランスフォーマーギャラクシーフォースの情報はテレビマガジンで見よう。毎月1日発売だ。